油拡散ポンプの断面モデル拡散ポンプは、半導体製造、加工装置などの真空チャンバーに主に用いられる、真空ポンプである。主に油拡散ポンプが使われるが、用途によっては、水銀拡散ポンプが使われることもある。DP と略されることもある。下部のヒーターで熱せられたジェット状の拡散オイル、蒸気は、超音速に到達して、 分子を捕獲し13から17パスカル程度の真空まで作り出すことができる。また、コールドトラップを併用して使用し、チャンバー内の水分を除去しながら排気を行えば排気速度の向上にもつながる。動作原理拡酸オイルは循環させて使用し、使用状況にも夜が半年から数年に一度くらいは交換が必要である。拡酸オイルは少なすぎると焦げつくので、 注入する量には注意が必要である。ヒ素などの有毒物質を使っている場合、拡散オイルにそれらが溜まっているため、交換後の拡散オイルは産業廃棄物として処理する。排圧と動作圧力の両方に厳しい圧力制限があり、補助ポンプは必須である。排気側の排圧が高くなり、臨界排圧を超えると、真空チャンバー側に拡散オイル蒸気が漏れ出す。 オイルバックを引き起こす。吸気側も最大動作圧力を超えないように先にチャンバーを大気圧から荒引きしておく必要がある。メンテナンスはユーザーが行うことができ、能力の割には安価なので広く使われている。頻繁にコールドトラップへの液体窒素補充の必要があるのが難点。ありがとうございます。